はい、今回は200円でね、納車したものなんですが、これはカーズの2に出てくるもので、こちらですね。これは松尾というね、キャラクター、マッハ松尾というキャラクターがありますけども、その車ですね。これはマッハ松尾は、旧トドロキのクルーチーフ、車体は S 日産の S30 型フェアリー Z で、ヨーロピアンラリーやバーハの砂浜レース、日本のレースでも活躍しており、ルマン24時間のレースでは日本車で唯一優勝したレーサーであると。で、松尾の名字は S30 型フェアリー Z のチーフデザイナーを務めていた松尾さんに依頼しているということらしいですね。で、まあ、その S30Z をベースしたのが、このカーズ2に出てくる、マッハ松尾という車です。もう一台レーシングカーでね、シュートトロキっていうのがありますけども、まあ、それぞれの車と同じチームに属している車です。で、これはカーズ2になると、あのカーズ1の主にカーズアメリカが舞台なんですけども、まあ、それが2になりますと、カーズ主人公のカーズとかメーター、まあ、カーズとか、あとカーズの相棒のメーターとかね、まあ、ガールフレンドのカーズの彼女 のサリーとかポリシー911のね、だからやってきて、でそれであのカーズ2になると日本でレースが開催されるっつんで、まあ、日本に来たことがあったんですね。でその時にまあこのマッハ松尾とかがまあ活躍すると。ただ面白いことに、このカーズのミニカーっていうのはね、ただ一瞬でしか、映画で見るとたった一瞬ですから、下手したら数秒ぐらいしか出てないような車までたくさんあるんですけども、まあそれらが、トミカとかミニカーとかでね、買えるよとね、そんなに活躍がね、すごい活躍があるのかなと思ったら、一言も喋ったこともないみたいなそういう車は結構カーズのキャラクターで結構たくさんあるんですね。で、まさにまあこういうディズニー世界って、ある意味そういう夢があるところがやっぱり素晴らしいなと思うし、まあ実際こういう世界ってね、まああんまり夢がないような人からすれば、そんなものあるわけないじゃないかって鼻から否定する人いるんだけど、いや、こういう世界観っていうのは実際にある世界観で、私たちがいる世界観とはまた違ったですね、カーズ独自のまあ世界観っていうのがあるんです。それは私たちが純粋な気持ちを持ったまま、要は子供の心を持ったまま、しかも、なんていうの、人をバカにしたりとか、そういうなんていうの、嫌な心を持ってない限りね、そういうことじゃなくて、本当に純粋に世の中を楽しいと感じたり、悲しいと感じたりして生きてる人、そういう人がまあ優しい人ですよね。そういう純粋で優しい人が寿命を迎えてあの世に行った時に出会える世界なんですよ。だからカーズの世界とか、まあ、お金世界でもそうだけど、あれはみんな天国の、まあ、言ってみれば世界なんですね。要するに人間があの世に行った後の世界なんですよ。で、そんなこと言うと、ね、お前何やってんだと、キレも狂ってんだかという人もいるし、鼻から否定する人間がいるんだけど、それは決して作り物の世界じゃないんですよ。誰かが、例えばカーズの作者の人が、カーズという車が大活躍をしている、で車がこうやって自分たちに意思を持ってしゃべくってるんだと、こういう世界に行ったことがあるんですね。で、その人が、その監督がその世界に行って、まあ、起きた出来事を、これは面白いっつって、まあ、あのディズニーのね、会社のところに話をして、で、そしたら、よし、じゃあそれをアニメ化しようじゃないかって、アニメ化になったんですよ。だから、これ有名なし、結構車の好きな人だらしいですね。で、それで、あの、そういう世界観があるよっていうことを、伝えたんです。だから、なんていうのかな、決して私たちが見るような世界とは、ちょっと人ちょっと違いますけども、でもまあそういった、世界観をまああってるんです。だから私たちっていうのは愚かなもので、
この世にできているものが全て正しいものだと勘違いしている人が多すぎるんですね。ところが実際にはですね、確かにこの世の理屈では、ね、説明しきれない、そういったものっていう不思議な現象っていうか、そういったものもあるわけです。ということはカーズの世界ってのは天国の世界だから、まあ、こういった世界というのが人間が純粋で優しいままあの世に行くと、そういう世界にキャラクターに会えるんです。メーターに会えたり、カーズに会えたり、ね、あのサリーに会えたりするわけですよ。で、その中ではもうまるっきりこの地球上に生まれた車とそっくりと、ね、もうほぼ瓜二つと言われるぐらい地球上に生まれた車と同じ形してるやつがあるわけですよ。でもそこは世界観がカーズの世界観なので、ね、全部世界中の車と仲良く撫でる世界なんですよ。で、そして車がしゃべくる世界なんです。それを夢を通して、その作者に伝えたわけですね。で、そして作者がそれを感動して、じゃあこれを今の 3D とかそういう技術を使って、じゃあアニメ化しようじゃないかっつって 3D でアニメ化されたということですね。もともとこの 3D のそのアニメってのは確かあれですよね、トイストーリーが確か最初だったかと思ったんで、トイストーリーで成功したから、じゃあ今度はあのトイストーリーか、あのね、モンスターズインクだとか、あとはあのなんだっけ、あの昆虫が出てくるやつね、虫が出てくるやつがいるんですけど、まあそういったものとかが結構その出てきて、でそんでカーズというのもまあ出てきたということなんですね。だからそういう世界観っていうものをね、あの現実ばっかりとらわれてる人っていうのは、こんな世界あるわけないだろうって、あの花から否定する人いるけど、これは花から否定できるようなものではないということなんですね。まあそれを考えたら、これは中古で200円ですけど、まあ安いものですね。これ新品でも、新品で買うと約1000円ちょっと近くぐらいかかるかな。750円ぐらいでしたかね。まあかかるかなと思うんですけど、まあそんでも750円ぐらいで買えるんであれば安い方だと思います。こういうね、地球によく似てるけど、地球と似た世界観のものが味わえるわけですよ。そしたらそれをこの地球上で再現してくれたわけですよ。それをあんた新品で買えたり、中古で200円で買えたりするなんて言ったら、もう安いもんですよ。こんな贅沢なものはないですね。で、大体こういうものっていうのは、年月が経ってくるとね、もうそのことを知ってる人たちも少なくなっちゃうんだけど、ただ今の時代だったら映像として残せるでしょ。それこそまあ DVD に残したりね、YouTube みたいなそういう動画で残したりするような時代になってますから、まあそうするとですね、こういったキャラクターってのは売ってる時はそこら辺にあるよっていう感じなんだけども、これが年月が経ってくるとキャラクターもんって急に高くなるんですよ。値段がぐっと跳ね上がってきて、急に高いね、ものにこう変わっていくと。いうことなんです。まあ、そういう点というものを考えていただければですね、こういう車というものは決してバカにできないと、価値が高くなると。で、しかも日本車はやっぱり向こうのカーズの世界であってもやっぱり日本車というのは非常に人気があるみたいでね、で結構その高いんですよ。だからこういう車というのはなかなかいいですね。S30Z の一番初代のフェアリティ Z です。だからフェアリティ Z としては初代なんだけど、フェアリティという名前はもうすでに日産が、ダットサンと言われた頃からフェアリティという車があったわけですね。で、この S30Z っていうのを出した時にアメリカで確か初めて、アメリカの高速道路でこう販売する前にちょっと試験をやったわけですよ。耐久性に耐えられるかどうかっていうテストをやった時に、その時にもちろん向こうのアメリカのナンバーを取ってね、でそれでアメリカのナンバーも取るし、向こうの国でいうアメリカの、まあ、車検制度みたいなのを取り入れて、でそれでアメリカでこう実際走らせたところ、まあ、ある時確か有名な話、確かスピード違反かなんかで捕まったんですね。でそれでスピード違反かなんかやって捕まって、これは見たこともない車ならとアメリカの警察の人に言われたんですね。
で、見たこともない車だけど、これはどこの車だって聞いたとき、いや、これは日産が今開発してる、フィアル DZ という車で、これを近々日本をはじめ世界に売り出す予定なんですよと言ったときに、これは素晴らしい車だと言って、アメリカでもそのすごい絶賛をされたと、いう幻、幻っていうか、そういう非常に有名なね、まあ、車になるわけです。で、このフィアリー Z っていうのはなかなかね、いいなというふうに思いますし、このデザインとかもね、なかなかいいですね。マッハ松尾さんのこのね、このデザイナーの方から取った名前なんですけど、まあ、それですね。だから、このフィアリー Z をデザインをしたマッハ、まあね、デザイナーの方もやっぱりカーズという世界観が好きで、同時にディズニーという世界観が好きなんでしょうね。ですからここに協力をすることによって、こういう車がキャラクターがある意味この地球上に再現できたというところで、非常に素晴らしいなというふうに思います。なので結構カーズの車はいろんな車種によってはもう高値になってるのもありますしね。あの確か T 型フォードをベースとした車なんかもあるんですけど、今あれ高いらしいですね。あとは、ね、最近また復刻として出てきたみたいですけど、もうって泣いたあのトラクターのやつね、あれなんかもすごい高値、昔のやつはすごい高値になったりしてね、びっくりするような、ね、値段に跳ね上がったりしてるんですけども、まあああいう風なカーズの車というのもいろいろ集めてみるというのもまた面白い、世界観ではないかと思いますし、まあこういった車ってのは非常にね面白くていいなという感じです。どうもありがとうございました。